やらかしておった。はい、じゃあね、ヒデさんにお前暇なんだから芦田川行って撮影してこいって言ったんで、言われたんで、とりあえず芦田川、今日はね、下流のいつもの反対側ね、来てたんですが、まあ、ちょっと下流行きたかったんだけど、下流は別の人がおるから、うわ、でっかい声がおる。上流に向いて、あれ、あれバスじゃないの？バスだったらクソでかいよね。船じゃん、濃い溜まってる。なんか魚っぽくなってきたね。ちょっと上がったら。何沈んでるかわからんからな。ちょっとボトムまで沈めるのが怖い。あるけど引っかからなかった。さて今回ね、おらんかね。おら。ブラックバス、こんにちは。あ、チーズ。いや、まだおるわ。やべ、めっちゃ興奮した今。チェイスあったね。ちょっと絡めてみる。もうちょっと沈める？いや、ちょっと待てよ。178。無理やり。デッドソードまず食べて使います。やらかした。ろくなもんが入ってね。上位からもガンガン沈むやつ。しかない。一回取り替えろ。車までダッシュしよう。今日釣れそうな気がする。明日が。178とマグナム取りに戻ります。はい、取ってきたよ。とりあえずマグナムのちょっと見やすい色。してみます。
どっから出てきたのかな、わからんな。なんかただ巻きが良さそうな気がする。シャクワも持ってきたから、ここ粘ってみようかな。チャンスを取りこぼしたやつ。どうしても
チェイスあったところ、車間通すか。デカさに物を言わせます。さっきついてきたやつが、もう餌として追ってきてたら、こんなん入れたら終わりだからね。マグナムがちょうどいかったんだろうな。もうちょっと歩くか。タックル増やしたからな。投げながら歩けんだよな。完全にミスったな。マグナムだけでよかったな。
と上がるまだ時間はある。手のところを通していくしか方法ができないかな。どこまで歩くの？石が入ってる。こういうところちょっとワクワクするよね。真ん中ぐらいからとりあえず下に向いて行ってみましょう。よいしょ。岩の隙間とかから出てこんかな。ありそうやね。ワクワクするよね。通すだけで。くそ。ドキドキがたまらねえよこれ。クランクで。攻めるよりね、面白いんよ。ビッグベイトの方が引っかかるけどね。もう小さくも見えねえんだけどな。なんかあるね。船かな。バイトじゃないな。なんか
背中に当たった感じ。背中に当たったんかな。こっちの魚多いな。バス自体ね。チャレンジ終わり。ご視聴ありがとうございました。